はいどうもリュウチャンネルのリュウです。ということでね、今日からちょっと新しいゲームをやっていきたいなと思います。はい、見つけてオジポックルデラックスというアプリ。なんかね、このおじさんみたいな、まあ、オジポックルってやつがいるんですけど、それをね探していくゲームでございます。では早速やっていきます。地面をタップして移動。あ、こういうことね。うん、タップして移動。でこれで探すわけか。これ多分チュートリアルですね。今スワイプして向きを変える。うん、向きを変えて、なるほどなるほど。タップして、こういう風にタップして歩いて、でこうやってスワイプして周りを見て、でオジポックルを探すっていう感じですかね。はい、俺いつまでこれスワイプして向き変えないといけないの？長いな。よし、完了した。で公園のどこかにいる紙ポックルにタッチしよう。紙ポックル、なんだろう紙ポックルって。でもなんかいるっていうわけだよね。よし、探してみよう。あ、あ、いた、いた。動き、うお、はい、はい。動き早い。捕まえれるか、これ。お、捕まえれた。ほう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 。お久しぶりじゃの。よく来てくれたのじゃ。いや、このおじさんに会ったことないけどね。うん、仲間が目撃。俺に頼みたいこと。何を調査するの？うん、まあ何もなくて寂しいね、確かに。公園が好き。俺もね、公園好き。ちょっと待って、俺。どこ行くの？おお、ドラえもんかよ。この公園充実か。うん。現れるの？ダンボール。メニュー。で、グッズ。で、ダンボール一つ。あ、これを置いて、好きな場所に置く。どうやって置くの？あ、これで、あ、こうやって移動させるわけね。どこにしよっかな。どこがいいかな。あ、ここ赤いとこは置けないのか。まあ、この辺かな。この辺にしよう。完了。オジポックルが出るんだから。ダンボールの中を覗く。よし、この中にいるわけだな。あ、なんかいたぞ。じじい、じじいって言っちゃいかんな。この、なに、オジポックル、めっちゃ見て、オジポックルじゃない。この、まあいいや、天使みたいなのめっちゃ見てくんだよ。で、これをこいつをタップすんの？タップ。お、ハートが出てきた。で、これを、あ、取ったら、左上のあれがなく、レベルがアップするんだ。あ、そういうことね。多分、オジポックルを見つけて、で、見つけたらハートが出るから、それをタップして、なんかレベル上げるみたいな感じか。で、ハートが少ないから、あ、で、見つけるわけね。二人見つけるってことこれ。まあ、ちょっと探してみるか。え、ずーっと、おい。このおじじいめっちゃ見てくるじゃん、こっち。どこにいるんだろう。なんか最初みたいになんか見つけれんねん。ダンボールの中いないよな。難しくないよな、よ最初だから。チュートリアルだもんね、だって。右上に探してもらう。いや、俺はまだそんなね、手を使わないから。自分で探すから。
なくね、いなくねマジで。うん、もうお手伝いしてもらうわ。ちょっと、おお、かわいいな。なにこれ、ちょっとね字が小さくて読めないですね。ちょっと目悪いんですけど、なんていうか、腹巻きポックル。え、これでどうすりゃいいのこれで。こいつをタップするわけね。で、あれ、ハート、あ、出た。これでハートを集めて、本当だ、これで上の、左上のレベルみたいなところが上がっていくね。もうね、おじさんに見つけてもらう。はい、いました。で、これもさっきと同じようにこれタップするわけね。ちょ、じじ、おじさん邪魔、タップできない。タップ、よし、これでハートが集まって、あ、レベルアップ、なるほどね。で、しばらくいない。アプリを閉じてもいいんだね。あ、アプリ閉じてる間に、あの、出てくんだね、おじポックルが。靴を置いてハート集める。あ、了解しました。お、なんかくれた。紐ありなし、どっちがいい？どっちでもいいわ。あ、で、これで終わりなんだね、一旦。なるほど。はい、では、次の動画では、これの続きをやっていきます。